道路は地域高規格アナンアキ自動車道のうち、徳島県阿南市の尾のインターチェンジから、徳島県アマ南町の日和佐で入り口までの区間のことである。従来の国道55号が、事前通行制限区間であるほか、急カーブなど、運転が難しい箇所が多いため、アナンアキ自動車道の中でも、先行的に整備が進められた。2007年に、 雪 IC 日はさで入り口までの区間が国土交通省直轄の地域高規格道路としては四国地方で初めて開通し内外を結ぶ比較的良好な道路がなかった南町雪地区の交通が便利になった災害時の緊急輸送進入路が3カ所かけられている2011年7月16日残る小野インターチェンジ雪 IC 間も強用され全線が開通した 日和佐出入口付近南町北川千座本村で撮影行きインターチェンジ付近南町北川千座上りで撮影一般国道55号日和佐道路及び一般県道行き交線の開通について国土交通省徳島河川国道事務所2015年3月5日閲覧日和佐道路全線開通インフォメーション国土交通省徳島河川国道事務所 2015年3月5日閲覧。ABCDEFGH 日和佐道路事業概要。国土交通省徳島河川国道事務所。2015年3月5日閲覧。徳島新聞2011年度に、日和佐道路全線開通の見通しやアーカイブド2010年9月15日、アットダウェイバックマシン、北川地谷川橋の愛称が、海亀橋に決定。 国土交通省徳島河川国道事務所 ht p,、http コロンスラッシュスラッシュ www.skr.mlit.go.jp スラッシュ tokusahima、ok、スラッシュレポートスラッシュ info17 スラッシュ h170810 スラッシュ h1170810 htm2015 年3月6日 ?abcd 7月16日15時、国道55号日和佐道路が開通します。国土交通省徳島河川国道事務所。 h t t p w w w s k r m l i t g o j p t o k u s h i m a r e p o r t i n f o 2 3 a 1 2 3 0 7 1 1 a 1 2 3 0 7 1 1 p d f 零1 5年3月6日閲覧一般国道十五号日和佐道路日和佐トンネルの名称が 南埋トンネルに、決定、国土交通省徳島河川国道事務所 ht t p、http://www.skr.mlt.go.jp:/tokushima:/report:/info18//a1180403/a1180403.htm2015、ok、i 年3月6日閲覧。 日は佐藤路前線開通関連インフォメーション、国土交通省徳島河川国道事務所、http スラッシュスラッシュ www.skr.mlit.go.jp スラッシュ t o k u s h i a ウェイスラッシュロードスラッシュ b スラッシュ h i w a s イスラッシュ i n d e x h t m l 二零一二年十月六日閲覧ありがとうございます。